どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パックで登場した最強の装備魔法カードを、ご紹介していきたいなと思うんですけども、皆さんはこのモルト・シュラークというね、このよく聖騎士と一緒にいるおじさんご存知でしょうか。この人よく出てきますよね。このおじさんよく出てくるんですよ本当に。あとなんだっけ、なんかシールドバッシュかなんかにもいるし、なんかねめっちゃ出てくるんですけど、このおじさん、この装備カード、自分フィールドの通常召喚されたモンスターにのみ装備可能ですよと。だから特殊召喚したモンスターには装備できません一切で、装備モンスターは特殊召喚された相手のフィールドのモンスターが発動した効果は受けません。装備モンスターが特殊召喚された相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算値に、その相手モンスターの攻撃力と守備力のをそのダメージ計算値のみですよ、ダメージ計算値のみ装備モンスターの元々の攻撃力分ダウンする。まあ、例えばだから、バルバロスとかに装備したとすると、バルバロスって元々の攻撃力3000なんで、攻守3000ダウンするんですよ。特殊召喚されたモンスターだったらめっちゃ強いでしょ。もう特殊召喚モンスターに親殺されてるっていうか、もう親っていうかもう一族を抹殺されてんじゃねえかっていうぐらい特殊召喚に恨みを持ってるカードなんですね。で今日はこのカードを使っていくんですよ。で、まあ、どうやって、まあ、どういうモンスターにね装備すればいいのかっていう話がありまして、基本的には通常召喚できる強いモンスターに装備しときゃいいです。簡単です、非常にね。例えばワイルドマンとかシエンとかね、まあそれからバルバロスとかもそうだし、やっぱね一番今現状強いデュエルリンクスで強いこのモルトシャーカー装備されたら強いのは、まあやっぱり天の岩戸ですよね。岩戸、うん、こいつはまあスピリットモンスターなんで、手札戻っちゃうんですよ。召喚した段戻っちゃうんですけど、デュエルスタンバイっていうスキルの効果によって、これ初期手札、あ違う、初期手札というか初ターンか、自分の最初のターン、お互いに初期手札1枚増えつつ、自分の最初のターン、自分は魔法トラップモンスターの効果を発動できないと。だから発動しないんですよね、天の岩とか戻るっていうことが。で、こいつが存在する限りお互いにスピリットモンスター以外のモンスターの効果発動できないっていう効果は永続なんで、これは発動する効果じゃないから、有効なんですよ。だから、まあ、岩戸スタンっていうね、スタンバイで、岩戸を出して制圧するっていうデッキが、まあ、一時期流行ったと思うんですけども、あのデッキに要はその岩戸で制圧モンスター効果を止めつつ、まあ、モルトシュラークをつければもう特殊召喚、してきたモンスター効果発動で強いけど効果発動できないで、これが装備されてる、突破できないんですよもう岩戸がこういうギミックです今日は。で、まあ、あとはこの岩戸とかバルバラスを守れればいいんで結局ね。なんで、トラップカード、まあ、もうリンネとかね、普通にリンネとか忠告とか、あとまあこの銀幕とかこの辺のワイルドとかね、こういうまあカウンタートラップ系のカードをまあ大間に積んでリンネのパーシアスでなんか、まあモルトシュラークを突破しようとしたりとか、岩戸を破壊したりとかしようとした時のカードを止めればいいという話ですわ。で結局1900をこう殴らざるを得ないんですよ。通常召喚したモンスターか、まあ、特殊召喚してもいいんだけど、そういうモンスターで殴らざるを得ない。だから銀幕がね強いんですね。銀幕が本当に強い。まあやっぱ結局ね3800は無理だから、相手のモンスター攻撃力が3800はそんな派手出ないから、だからまあ銀幕でなんとかなります、基本的には。でまあもちろんこのネグルも入ってるんですけど、注意点としてはスタンバイなんで最初のターンに装備できないんですよ。最初のターンにモルトシュラークは装備できない、これだけ注意。だからまあ初手に引きたいカードでもあるんだけど装備はできないんで、装備するとしたら、まあ、2ターン目、あー3ターン目以降になりますね、基本的にはね。はい、そんな感じですね。まあ早速ですね、なんかモルトシュラークのと岩戸のね陰キャ感、なんか相手何もさせんみたいな性格悪いですよねこのデッキね。うん、攻撃デッキね僕ね嫌いじゃないんですよ。まあ、OCG だとね、こういうね、メタビデッキっていうんですか、環境メタっていうか、インセクトボーダーとか入ってるやつめっちゃ嫌いなんですけど、なんか、デュエルリンクスだとなんか、ね、好きなんですよね。なんででしょうか。早速ね、陰キャしていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、カーリナイさん、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。おー、そう。ちょっと疲れた。ベロが疲れた。
霊獣使いの長老、なるほど。お、来た、これ迷惑デッキじゃん迷惑デッキじゃん。お、いいね、迷惑だね。いいよいいよ、これね、霊獣デッキ、あ、まあ僕も動画にしてるんでよかったら見ていただきたいんですけども、霊獣デッキ何がやばいってね、これね、操作量だけで、なんかね、4、50秒持ってかれるんですよ、先行でやばいっすよ。だから操作だけでめっちゃ時間持ってかれて、なんかすげえタイムアウトシビアになるから、これね、回してみてください、ぜひ。おもろいんでね、結構ね。まあ、回し方はちょっと、まあ、説明しきれてるかどうかちょっと怪しいところはあるんだけども、まあ、僕の動画見ていただければ、大体どのデッキかわかるから、まあ、見ていただきたいなとは思います。さあ、これでサーチが入ります。さあ、サーチが入りますよ。長老、OK。長老、OK。で、次、もう一回橋本カンナ来るかな。橋本カンナホークか。カンナホークして、除外して。ただ、次の橋本カンナホークでは、サーチしかできないから、特殊召喚はできないから。さあどうするんでしょうか。まあこれで封印の黄金椅子があるといけるんですけども、あー、オッケー、ペトロフィンの方ね、オッケー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 、なるほど。じゃあもうモンスター効果無効でモンスター効果無効で、はっもうあなたモンスター効果全く発動できませんので、霊獣デッキってモンスター効果発動できなかったら死ぬんじゃない、知らんけど。これあれかな、ペット、アペライオもだってモンスター効果で発動する効果だよな、多分な、攻撃するとき。あれこれ、あれ、永続かな、ちょ、わかんねえけど、まあ、とりあえず、もう分解はできないし、基本的には。あと、なんか、除外もできんから、基本的には。で、あいつが、ターン終了、OK。あいつ分解できないんですよ、もう。あいつ分解できんくて、で、モルトシュラーク、OK。強い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 、で特殊召喚したモンスターの攻撃力と守備力を全部1200ずつ下げる。でバルバロス、これね、ラバゴあんだよな、相手のデッキって。ラバゴあんで多分、だからちょっと一回ラバゴケアでこれ殴るか、これひたすらこれ殴るっていう。はい、すげえ、どうする、さあどうしますか、カーリーなぎささん。これだいぶきついんじゃないですか。さあモンスター効果は発動できませんよ、もう迷惑デッキ成敗成功。さあお相手の方、ディオさんですね。ザ・ワールド時を止まれつってな、天の岩戸召喚セッセッ、さあ終了さあなんだ、絶対ミルクか、あれか、デスペラードか。デスペラードは出させないぞ、天の岩戸でな。そして天の岩戸の効果によってモンスター効果無効になっているから、あとはリンネのパーシアスとかいうクソみたいなカードをなんとか止めれば俺はいいな。カッポベース、まあ、それは問題ないぞ。カッポベースは止めない方がいいな。カッポベースは止めない、あ、オッケー、うーん、ツードロー、オッケー、ツードロー強い、ツードローやめて、もうやめて、もうやめて、もうやめて、いややばいって、テグダランマやんだよ、テグダランマやんだよ。でもね、これ絶対運命力っていうスキルも修正されまして、最近ね、7種類コイントス系のカードを入れないといけないんでね、ゴミは増えるはずなんですよ、基本的には。でモンスター効果を使えないと、トキマも効かない、ボムスパイダも効かないと。いける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 、あとは相手の不正のリンネのパーシアス、まあ、リンネがだから知らんけど、リンネのパーシャスとかをなんとかすれば、カナディアとか入ってるときついよね、めちゃくちゃ。セットセット、なんていうか、リンネ型であってほしい、できる限りリンネ型であればなんとかなるんですよ、基本的にはね、基本的には。あー、リンネありそうだな、何も引かないもんな、何も引かないから、まあちょっ とこうしてこうだな、これで、次のターンやったら魔球のワイロとリンネがあるから2回無効にできるんで、伏せカード2回無効にできるんで結構強いと思うんですよね。モルトシュラークはちょっと次のターンまで取っとくパターンでお願いしたい。さあ自爆特攻してデスペラードも出せませんよ、どうしますかね採用さん何かできますかディオさん、リバース効果は発動しない、ワンドローもできない、耐えろ岩戸、根性見せろ岩戸、パワースポット、パワースポットとか僕信じてないんですけどね、パワースポットとか占いとか手相とかああいうの僕一切信じないタイプなんで、あ、オッケー。で、モルトシュラーク装備、はい、これリンネがなんかするでしょ多分だけど、リンネのパーシアスをしていく、オッケー、リンネのパーシアスは
突っ張り気を見せて手札を1枚捨てることによって無効にしようとするが、それを魔球のワイロで止めていく。魔球のワイロ発動。魔球のワイロは相手の発動した魔法トラップカードを無効にし破壊する。よし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 、さっ、もう殴るしかなさそうな気するけどな。殴るしかないか。これ後番召喚とかされたらきついもんな。はい、オッケー、なんもない。あれも輪廻かな。輪廻系なんじゃないかな。でも輪廻系だったら、あ、でもカウンタートラップが引きづらいっていうパターンですね。いやー怖え。攻撃反応系風の怖え。それも使えないぞ。それも使えないぞ。あ、来た。あ、来た。ブルーバックドラゴン、ただ効果は使えない。アドバンス召喚で攻撃するしかない。バトルフェイズ試していいですか。銀幕のミラーボール。頼む、波紋だけやめてくれ。頼む、波紋もガチでやめて、波紋ガチでやめて、波紋ガチでやめて。バトル人格ダイレクト。おぶれ。何もできませんでしたね、ディオさん。ゲース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 。さあ、お相手の方、髪型がインリングオブジョイトさん、よろしくお願いします。デュエル3倍、バランス、バランスってなんだ。トラミットか、ワールドマンか。なるほど。ガーディアの力、はあ、これちょっとヤバそうな気配すんな。これちょっとヤバそうな気配すんな。とりあえず岩戸はなんもない、なんもないか。で、めくるセットしてターン終了かな。え、なにこれ。うっそ、嘘でしょ、ざけんなよ。なんだよおい、ツボは聞いてないよ、ツボは聞いてない。何この陰キャ対決。さっさっ、何これ。え、中国、中国じゃないこれ、中国なのこれ、絶対的に。はい、こっち、いや、召喚成功でしょ、これ中国だろ絶対。あああ、はい、あ、はい。